そうかもしれないな。まあ普通に刻んでるって感じ。まあまあそうですね。抜いてみる一回。で結構抜くとこズバッと抜いちゃった方がなんかまだいいかなって気は。決まってるんですよ、もう。あ、そうか。それは決まってる。決まってなくは。じゃあ、じゃあ、サックスの、サックスのからやろうか。ソロからやろうか。
間違ってたの。ごめんごめん。わかんないですけど。あ、そうだから。さっきのバーガンスもなんか後ろ見てみんなのがあるのかわかんなくなっちゃう。それはね、だから見てないとダメなんです。そうだね。そうだね。ギターソロのところはもうまあ普通にもう素直に。短いよね。もういや、いいんじゃない。休んでね、数えてる時にだけど、自分で弾いててもね、わかんない。これ。いや、もう、いや、もうそれはそれで。そうですね。あの、臨機応変にっていう。そうですね。ネックでツンツンってつっついてくれるじゃん。あのね、人の顔見ないでね、休んでないの、こうやって。もうすげえ下向いて休んでるもんね。こうやって。わりわり。ちょっと、休憩します、一回。ちょっと一旦ちょっと整理します。でここまでで前半戦は大体いけたんで形ができれば、うん、どうすか今ドラムと音を。